飲食店の度重なる時短要請の裏で私たち食料生産者も疲弊していますが、大悟さんの発信や今まで通り良質な野菜を送り出していくこと元気になりました。ありがとうございます。あ、本当そうですよね。いや、あのね、生産者の方というかね、食料関係、シェフと、こだわってる生産者の方は日本の宝ですよ。だって、もうはっきり言いますよ。僕、生産者の皆さんと、そこだって美味しい料理を作ってるシェフの方がいなかったら、日本で税金払えませんから。はっきり言って。僕は皆さんのために税金払ってます。はい。このクソ高い税金をですね、なんか、ね、銀座とか六本木とかでね、なんかこうね、偉そうにですね、銀座のお姉ちゃんとかね、みんな作る人にですね、酒を飲んでるようなですね、こう残念な政治家の人たちのために僕金払ってるんじゃないから。うん。全然。そう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 。だから僕は、日本の素晴らしいものを助けたいと思ってるから、だから僕はその、食ですね。もう食ぐらい、日本で誇れるなって僕は思っちゃいます。まあ人もすごいんだけれども。あとやっぱ僕はね、一番許せないのはやっぱ、例えばさ、僕猫好きなんですけど、やっぱり僕らが払った税金の一部ってさ、この子たちみんな保護猫なんですけど、この子たち、もしかしたら殺されてたかもしれないですよ。僕らの税金のせいで。要するに保健所がね。そう。だから、まあね、言い方悪いんですけども、保健所の人たちも頑張ってるんでしょうけれども、僕から言わせてもらえば一応税金払ってるわけで、僕から言わせてもらえれば、コロナのね、まあ対応もね、どうなのか知りませんけれども、あんま大きいこと言うとあれなんだけども、猫を殺してる暇があるんだったらもっとやることあるんじゃないっていうふうに思っちゃいますよね。はい。なので、だから僕は、税金を払ってるのは、生産者の方とシェフのためです。はい。なので頑張ってください。はい。僕にできることがあればいろいろありますので、はい。本当はね、そのね、日本がもう世界に誇れるような食材とかの紹介とかしたいんですよね、YouTube でね。ちょっとどうやってやろうかなって。農協とかいろいろ関係とかあると思う。どうやってやろうかなと思ってるんですが、そういうのはやりたいなと思っておりますので、頑張ってください。はい。僕は自分がいいと思うもののためにお金を払うんで、当たり前ですけど。投票とかもそうですからね。別に道徳的な部分とかじゃなくて、自分がこの国にどうなってほしいかで、自分たちの、投票だったりだとか、まあ、税金とかそういうね、お金の使い方を選ぶべきで。だから、ほんとあれですよ。食文化がなかったら、僕全然日本出てますよ。僕は日本にいる理由は飯がうまいから以上。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録もお忘れなく。それでは、バイバイ。